い、こんにちは、テニスピークです。さあ、本日はですね、また素晴らしいゲストを来ていただきました。川橋優太プロです。どうもこんにちは。こんにちは。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、簡単な自己紹介をお願いします。はい、筑波大学で、今は、所属は秋山病院というところに所属しております。川橋優太と申します。まあもう12月1日でプロになったので、結果を求めつつ、本来、テニスを楽しむところから始めたので、テニスを楽しむことを忘れずに、プロは頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。本日は練習方法をいろいろちょっと伺いたいんですけど、はい、僕のツイッターとかインスタとかに地方の、中高生から結構、DM が来るんですよ。で、まあよくあるのが、はい、部活動にあんまり先生が経験者の先生がいらっしゃらないということで、何をどういうふうに練習したらいいかよくわからんと、はい、でまあ中学校から始めた中学生とか高校生から始めた高校生が多い部活なんですけど、はいはい、まあそういう方にですね、まあ僕もコーチなんで、まあいろいろお伝えをするんですけど、まあプロの選手からの目線でこういう練習をこういう意識でやるといいんじゃないかっていうのを、まあいくつか 2,3 個教えていただきたいなというふうに思います、はい、まずこれ流れてるのが、クロスクロスストレートっていう、これも超ド鉄板の練習ですよね。ストロークラリーストロークラリーのね、これはまあ、一方が、クロスクロスストレートに打って、はい、で一方がずっとクロスに打つという練習なんですけど、はい、これは重要度はどうですかね。そうですね、やっぱラリー練においてはもう誰もがやってる練習だと思います、うん、本当に鉄板の練習で、やっぱこれができないとやっぱ試合でやっぱ安定したラリーは打てないのではないかなっていうのはやっぱあるので、もうぜひやっていただければいい。なるほどですね、はい、これさっきちょっとお伺いしたんですけど、何分を何セットやるとかっていうのありますか。はい、はい、やっぱ長すぎるとやっぱもう荒くなってしまって、うん、やっぱりもう続かないっていうことがあると思うので、もう最初はもう 3,4 分でいいと思うんですけど、やっぱ徐々にできるようになってきたら 5、6分を目安に、まあ、3セットぐらいできるようになればいいかなと思います、うんうん。なるほどですね、はい、クロスに打ち続ける人とストレートに展開する人の、はい、まあ、役割分担があると思うんですけど、はい、このクロスクロスストレート、まあ、今回やっていただいた、はい、このクロスクロスストレートに打つ時の意識、はい、なんかこういうことを意識するといいよみたいなのがありますかね、はい、そうですね、やっぱり横の動きっていうのが多い練習なので、はい、まあ、オープンスタンスに、まあ、なってしまう人は多いと思うんですけど、オープンになってしまうっていう人は多いんですけど、まあ、なるべく足を入れるってことが一つ大事で、うんうん、まあ、なんで足を入れるかっていうと、やっぱオープンスタンスになっていくと、もう徐々に徐々に押されていって、うんうん、自分からボールを押し込めない人がやっぱ増えていく、うんうん、まあ、特にオムニコート、クレーコートだとやっぱオープンで滑って打つ人は多いんですけど、うんうん、やっぱそうやるとやっぱスイングの力だけで飛ばすことだけになってしまうので、うんうん、なるべくオープンで入ってもなるべく左足フォアハンド、うんうん、右利きの方の場合はなるべく体重移動するってことが大切だなっていうのがあります。なるほどですね、はい、これストレート打つときってどんな意識で打ちますか。はい、まあ、つなぎに行くときは弾道高くていいと思うんですけど、なるべくストレートは僕は深くは狙っていなくて、まあ、クロスはやっぱり深い方が有利だと思うんですけど、ストレートはやっぱその距離が短い分、うん、はい、やっぱり深いところを狙うとロングアウトしてしまったりとかっていう恐れがあるので、なるべくもうサービスラインぐらいでいいので、まあしっかり浅いところを狙って、浅いところを狙う場合はまあなるべく低いボールの方がまあ通番になりやすいっていうのもありますし、相手が取りにくい、相手が取りにくいのでなんですけど、やっぱ緊張した場面っていうのは絶対あるので、そういう時はもう本当に高いボール使って浅くてもいいのでストレートはもう打ってもらうと、やっぱ相手は動かされるので、そうですね、有利になると思います。この練習するときはどっちかというと、ちょっと動かす、相手を動かすっていうイメージで、はい、そうですね、はい、でまあ、理想はずっと続けると。そうですね、はい、もう何百球でも続けてもらえたらいいなと思いますクロス側でやると、はい、この時に何か意識ありますか。そうですね、そのクロスの方はやっぱミスをしないってことは一番大事になってくると思うんですけど、まあ、弾道を高くするってことも必要なんですけど、弾道を高くして浅くなってしまった場合にストレートに切り返されるとやっぱり強いボールが飛んでくるっていうのがあるので、まあ、なるべくクロスの
もう特にクロスの方の方がしっかり足を入れて、しっかり力強いボールを押し込むコートに入れていくっていうことが必要になってくる。なるほどですね。なるほどなるほど。意識的にはやっぱりクロスは守りだから、はい、なんかこう守り守りになりやすいけど、結構後ろ体重になってこう、こう繋いでしまう人は多いんですけど、なるべくクロスの方の方がしっかり押し込んでいかないとコース疲れて、そうですね、切り返されてしまう。なるほどですね、はい、ここはまあ非常にいい練習で、まあこれは本当ね、プロの選手だけじゃなくて大学の、はい、まあ、あと高校の強い学校とか、まあ、はい、ほぼほぼやってますよ、ね、やってますね、これはほぼほぼやってるから、はい、まあ最初はね、なかなか繋がらないかもしれないですけど、はい、もう一つ二つちょっとお願いしたいんですけど、はい、これ今デモで出てて、こうやって僕はこうポンポンポンってやってるやつなんですけど、これはあのどんな意図でやられてますか。これ、あーなるほどね。これに関しては、まあ、テイクバックを早くすることをやっぱり必要だなっていうのでやっているんですけど、なんでテイクバックを早くしなきゃいけないかっていうと、テイクバック、まあ、早い方が、まあ、しっかり踏み込む、まあ、さっきから踏み込む踏み込むって言ってるんですけど、そのテイクバックが遅い、大きかったり大きすぎたり、まあ、ボール飛んできてるのに、ボールがもうここ来てるのに今引いている人とかはもう打点が後ろになってグリップエンドから出てしまうことが多いんで、で後ろからヘッド出そうとしたらもう脇が開いてもうぐっちゃぐちゃにフォームがなってしまうので、なるべくコンパクトにスイングしたいっていう方はもう特に早くセットして踏み込んでコンパクトにスイングするっていうことが大事なので、コンパクトにスイングする練習と早くテイクバックする練習をまあ同時にできるっていう結構効率のいい練習になってます。なるほどですね。はい、これノーバンでやる、はい、あのこれでポンポンって、まあ、こっちの方がね、はい、あの簡単、球出しとしては簡単だと思うんですけど、はい、これはどんな意図で。綺麗だね。そうですね、これも同様にやっぱりこれがフォーム大きすぎるともうコントロールできないですし、もうノーバンで打たなきゃいけないので、やっぱボールがもう高いところで打つしかないっていう時に、やっぱ大きすぎるとこれも打点が後ろになってしまう。なので早くセットしてコンパクトにスイング、早くセットしてコンパクトにスイングっていうのはやっぱ連続して続ける、まあ、どちらももう意図は本当に同じになってくるんですけど、やっぱなるべくコンパクトにスイングした方が安定してラリーができる、安定したボールを打てるっていうことでいい練習だなって。そうですね、これ結構あのよくやられますか、この2つの練習。はい、僕は球出し練習とストロークの練習を結構別々でやったりするんですけど、もう球出しの練習の時は絶対これやりますし、クロスクロスストレートの時は絶対ラリー練習の時に取り入れるので。なるほどですね、はい、まあ、この辺もですね、ちょっと練習何したらいいかなっていう、ね、はい、方も多くいらっしゃると思うので、はい、まああのプロの、ね、方こういう練習してますと、まあ、こういう意識でこういう練習をしていると、まあ、あの一つ、ね、参考にしていただければ嬉しいなと思います。まあ、これからの川内プロ、川内プロはですね、本格的に始めたのは中学校1年生で。そうですね、中1の5月にスクールにしっかり入り始めたのが、うん、もうそこでしっかり選手になろう、うん、なるほどですね、まあ、プロではないですけども、しっかりとした選手になりたいなっていうので中1から始めました。まあ、なかなか中1からあの大学で活躍してあのプロになるなかなかね、あの例としては多くないと思いますし、まあ、これ見ていただいている方も中学生の方も、ね、多いと思うので、まあ、あの中学生からでも、中学生から始めてもプロになれるぞと、でプロで活躍できるぞというところを川内プロに見せていただいて、はい、ぜひあの川内プロのことを、ね、応援していただくと嬉しいなと思います。はい、なんか SNS って何かやってますか。もう Twitter もインスタも、まあ、インスタが結構多いメインで、はい、ここにあのツイッターとインスタとあとフェイスブックと、はい、あのリンク貼りますんで、あのぜひあの川内プロのことを、ね、応援していただくと嬉しいなというふうに思います。じゃあ本日は寒い中、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、本日もご視聴ありがとうございました。この動画はですね、私が大学時代に学んだ動作解析、そして、国内の JTA ツアーに選手として、参加していたこと、そしてフリーのプライベートレッスンコーチとして13年間、都内で活動していたこと、この辺の経験とか、理論とか、誰もが明日から使える具体的なアドバイスということを一つのテーマにしてお送りしております。また最近はプロの選手、現役の選手もご出演いただきまして、ファンになっていただける方が一人でもいらっしゃれば嬉しいなと、こういうことを意識しながら、その両輪を回しながらやっているという形です。そして最近 LINE アット、 LINE アカウントというのも始めました。登録していただくと登録者限定の動画、そして登録者限定のイベントなど、そのお知らせをお送りしております。イベントとしましてはワンデーキャンプですね、1面6人ぐらいでのワンデーキャンプ、もしくはハーフデーキャンプ、これ4時間ぐらいなんですが、この辺をやったりしております。そしてよくやるのが大会なんですが、土日6面都内で撮って、6面4時間もしくは8時間撮って大会しようっていう撮り方があるんですが、それをでやらせていただいて、シングルス、ダブルス、団体戦たまには、やっていると、この辺のご案内、そしてお申し込みを LINE アット、LINE アカウントの方からやっております。そしてですね、最近は東京都内だけではなくて、大阪、そして九州ですね、そして北陸と東北も少しずつやっておりますので、今後いろんなところでこういうイベントをやっていきたいというふうに思っております。こちらのご登録もよろしくお願いいたします。